はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。もうすぐ3時ですね、7月の31日は日曜日でございます。あと、千代田区34度やって34度。この部屋ね25度ですね。さっきまで冷房を入れてまして、ちょっと聞きすぎるから切ったんですけどね。ほんでその間にこう喋ろうみたいな。あ、でも今日日曜日なんでね、ネタがないんですよね。あんまりこう世間起こっていない、いろんなことが。でさっきね寝てましたんで、どうでしょう、今日は30分短めでしたかね。昼寝をしまして、で昼寝を起きるとぼーっとする1時間ぐらいね、あんまりね頭回らないんですよ。なんででしょうねこれね。暑いのもあるでしょうけどね。お酒飲んでね、ビール4缶飲むんですけど、4缶飲んだ後って別にどうってもないですよ。ふわっとしてるけど頭回ってるんですよね。で1本か2本動画撮るでしょ。で、あ、眠たーと思って寝るでしょ。で1時間ぐらい経って起きて撮ったらね、1時間ぐらい機能しないんですよ。ふわんふわんふわんとして。多分これまあ夏が過ぎたらまた変わるんでしょうけどね。前はということで、シリーズですね、京都人の行ったことない自慢7、なんと7本目、こんなネタでお前7本も8本も喋るのかって、8本目まで用意してるんですよ。9本目、10本目はまだ用意してないんですけどね。清水寺でございます。京都五条、ちゃうわ、7条やったかな。こう入り口があるんですね。行ったことなかったんですよ。32歳ぐらいの時に初めて行ったんですけどね。東京からお客さんが来はるっていうんで案内してって言われて、へえって言って、まあね、タクシーでこう動きながら、あれは年末やったかな、行きましたよ。で初めて清水の舞台というのに入っていきまして、はあ何も覚えてませんね。なんか行ったという覚えがあるんですけど、下でタクシー降りてでーって上がってたような、もうですね、30年近く前ですかね。31人の時ですから、30年近く前に上がってきました。で、はーいって言って。取引先の社長さんとですね、中国人の若い愛人さんと私ですね、3人でこうご案内をして。はーいって言って。別にそんなね、観光地見てね、まあその社長さんは喜んでましたけどね、ああ清水寺やって、僕行ったことないじゃん、ああそうですねって。それで何と言いましょうね、中国人の方、ケイちゃんっていう綺麗な女性でしたけどね、まあ喜んでるふりをしてたのか喜んでたのか知りませんけど、まあいい子でしたけどね。その後ね、そのコンビ、そのトリオでね、上海に行ったんですよ。もうケイちゃんが上海に帰ってて、で私とその社長とですね、で私が連れを一人連れてですね、上海に行ったことありますけど、で向こうで4人でホエーって待ったんですけど、まあまあ向こうのね、観光地を案内してもらって、はーいって言ったけど、どこも覚えてない。なんかお寺に行ってね、なんか煙をこんなことしたら思ってますね。そもそもね、なんて言うんですかね、観光サイトスイングっていうのですね、私はあんま好きじゃない。なんででしょうね。京都人はそんなに好きじゃないんちゃいますか。こう、写真の通りですかね、大体は。で清水寺は清水の舞台っていうのがあって、いやしかこうやって覗いたらなんか怖かったような覚えありますけど、で、まあ、確か街が見えたような気がする。京都の街、京都の街っていうのはね、僕はねああいうとこはみんな好きですよ。なんせね高い建物がないんですよ、見渡せるんですよ。今でも一番高い建物は15階ぐらいちゃいますかね。東京ってねよっぽど高いところに登らんとね、こう街見渡せないんですよ。割とこう仲のいい管理組合の理事長さんがですね、60回ぐらいの、あれ何回やろ忘れたけど、まあ、50何回やったか60回、それくらいのタワマンの理事長さんがいて、ちょっと上がりましょうって言って、屋上まで上がらせてもらったことあるんですけど、いやよ、見えましたね。
でもまああっちこっちにはタワマンがニョキニョキ立ってて、でしかも東京はガスで曇ってるでしょ。わあ、大都会東京やな。確かに東京タワーも見えるしと思う。いやでもあれをね、別に行きましょうって言われたから入ってみてるけど、まあ、別に そんなに面白いものでもない。で清水寺というのはね、京都の東の端っこにあって、でちょっとですね、やや南に寄った東の端っこにあるんですけど、京都タワーっていうのがあります。東京タワーと比べたら飽きませんよ、あれは。京都タワーはね、どうでしょうかね、20階分ぐらいの高さちゃいますかね、そんな高くない。で僕の子供の頃からあります。であれ昔ね、京都タワーを建てるにあたって京都の人たちが大反対したという記録が残ってます。当時の京都大学の先生とか、なんか名だたる文化人がですね、京都に住んでる作家とかですね、あんな醜悪な建物建てるなって、大反対したわけです。京都タワーは京都駅のちょい北にあります、丸仏やったかな、昔そんな名前の、ちゃうわ、丸仏忘れないです、今は京都タワーデパートっていうんですか、なんかその確か建物の上にあったような気がするんですけど、行ったら分かるんですけど、生涯で私は2回ぐらい入ったことあるんじゃない、子供の頃1回連れてもらったのと、あと1回大学生の時にデートで京都以外のところから京都に来た子を登りたいというから、はーいって登ったような覚えがありますけど、ちょうどですね、京都駅のすぐ北ですから、京都の北側ですね、京都駅からの北側が本当京都なんですけど、そこが綺麗に見えるんですね。まあ確かにね、清水寺から見る景色も悪くなかったような気がしますけど、京都タワーから見る京都もですね、まあまあ悪くなかったんちゃうかなと。まあ私がいた頃よりもね、高い建物多少増えてますけど、20階以上の建物はないんちゃうかなという気がします。ですので皆さんね、清水寺ってね、歩かなあかんのですよ、あれ。だいぶ歩かなあかんですけど、京都タワーはね、京都駅降りるでしょう。で新幹線の反対側にあるんですけど、まあまあ車内が京都駅はこう横断していただいて、東京駅ほどそんな大したないですから、シャッシャッシャッと横断していただいてですね、ほんで七条口に出たらすぐにありますから、でそのままてーっと登っていただければですね、京都の街が一望できます。しかしあんまり見ていてですね、造形的に美しいタワーとは言えませんけども、清水寺行くのと手間暇考えたら、コストパフォーマンスは京都タワーの方が高いような気がしますけどね。別に面白いということではないですけど、京都の街というのはね、皆さんそうですね、ちょっと高いところから一回見てみたらいいかと思います。見事にその見えますから、でそう高い建物がないという、都っていう感じなら見えます。東京はね、昔私がやってきた時にはサンシャイン60っていう、60階かなんかの建物の上から見るのがよく見えるって言われてましたけども、今はね、ニョキ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 いろんなの建ってるでしょ。まあだから東京タワーの一番上から僕見たことありますけど、よう見えますね。途中であってまた一番高いところにあるでしょ。あそこから見るとよく見えます。まあどうでしょう、京都タワーよりもですね、10倍ぐらい高いんじゃないかなと思いますよ、東京タワーの方が。まあもともとテレビ電波塔ですからね。ほんで今はスカイツリーってあるでしょ。知らんやん、あんなの、そんなすごいやん。行ってませんよ私。東京人の行ったことない自慢かわからないけど、別に行きたいとは全然思いませんけど、東京という街は上から見てもね、あんまりそのなんていうのかな、あれですね、味わいがないですね。京都は味わいありますよ。はぁーと思いますよ。あ、これが京都かいなって、見事にこう五番の目になってるのがね、京都タワーあたりから見るとよく見えるんですよ。五番の、あ、京都は五番の目になってんに、あそこは御所やっていうのがですね、清水寺から見るよりも分かりやすいでしょうね。だから私一応おすすめします、京都タワー。京都タワーの上とかね、あとはですね、大文字山の上とかね、
お手軽に行くんであれば吉田山の上も結構いいかもしれませんね、まあ、見渡す限りという感じの、あのよくテレビの時代劇なんかに出てくる京都の街っていうののあの感じ、現代の今の街が見えます。まあ、あの昔の街は全部高くて2階建て、でせいぜい2畳城がヒュッとなってるぐらいですけど、まあ今は2畳城クラスの建物がやーやーやーっていっぱいだったんですけど、まあそれでもね、それでも東京よりかはですね、味わいはあると、そう思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。